どうも、241です。はい、今回はチャンピオンシップ直前スペシャル、チャンピオンシップのシミュレーションをしていこう。お、やっていきます。ということでね、残すところあと2試合ということで、レギュラーシーズン、もういよいよね、Bリーグも佳境になってきましたけれども、まあこのチャンピオンシップがね、どうなるかっていうのを予想していきたいと思います。はい、いつもならね、どこがどこできそうで、こういう対戦感になっていきましょうみたいになるけど、まさかのね、激戦すぎて最後の最後が分かんないっていうね、そうこの現時点でも分かんないですから、まだ楽しみですけどね、ここは。はい、やっていきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ現時点の順位は、東地区がこうなっております。西地区がこうなっております。ワイルドカード争いがこうなっております。で、現在のチャンピオンシップの対戦カードがこうなっております。はい、ここは明日明後日の試合次第で全部変わることがあるんで、まだまだ分かんないんですけど、はい、僕らの方でね、シミュレーションしてどうなっていくかっていうのはちょっと見ていこうと思います。はい、じゃあここから CS に関わるチームでどう変わっていきそうかっていうのを、まあ、上位から順に見ていきます。じゃあまずは千葉対サンローカーズ渋谷、今季が1勝1敗ですね。千葉はちょっとね、ここ最近川崎にもこう負けてたりとか、宇都宮にもね、ギリギリ2試合目も負けちゃったりとか、ちょっとこう接戦を落としてるようなイメージもあるんで、はい、まあ、まだまだ渋谷にもチャンスがあるかなってのはちょっと思いますね。で、この過去の2連戦で言うと、1試合目が大差で千葉の勝ち、2試合目が渋谷が僅差で勝ちということで、まあ、ベンドラメ選手がね、2試合目は爆発して勝ちましたね。そうだね、渋谷最近本当に接戦に強いところもあるから、どう転ぶか分かんないって感じですね、ここは。はい、じゃあ僕らで勝敗予想もしていきますか。はい、いきますか。はい、せーの、ドン。1勝1敗ね。1勝1敗かなと。なるほど。千葉ホームなんで、最後っていうこともあって、千葉有利かなとは思うんですけど、はい、やっぱもう、ほぼ首位決まってますから、まあ、千葉はね、この土日で2勝しないと、川崎が迫ってきてるっていうのもあって、大変なところはあるんですけど、やっぱ渋谷もね、ワイルドカードを狙ってますから、より渋谷の方がハングリーなんじゃないかっていうね、感じで、やっぱ1勝1敗になるかなっていう気はしますね。まあ僕も、今の見てる感覚だと、そんな感じですね。うん、そうだよね。拮抗しそうなね、対戦ですね、ここは。じゃあ次に川崎三河、これどうですか。ここも熱いですね、川崎は本当にここ終盤に来てすごく集中力高くてね、アルバルク戦で29対0のラン起こしたりとか、結構仕上がってきてるチームだと思いますし、はい、逆に三河もね、秋田戦2勝したりとか勝負強さ見せてるんで、どっちに転ぶかここも分かんないなって思いますね。今シーズンで言うとね、まだ対戦がゼロということで、お互い未知数なんですけど、最近で言うとユトフ選手とかが調子上げてきたり、ローレンス2世選手も相変わらずの調子の良さで、まあいい戦いになるんじゃないかなと。なりそうだね。はい、じゃあここも予想していきますか。はい、はい、じゃあいきます。せーの、ドン。はい、ほー、なるほどね。で、そう以上かな、ちょっと。はい、ここは0勝2敗で来るだろうと。川崎は1位もあり得るんで、ここは死に物狂いで取ってくるんじゃないかなと。まあ、ただアルバルク東京の、まあ、2位とかもあるんで、ここは2勝しときたいなということで0勝2敗。なるほどね。まあ、ホームコート取るためにはね、2位以上が必要だから、まあ、そこは本気できますよね。いやー、もうバチバチを調子いいし、間違いない。僕はまあ川崎の調子の良さはもうもちろん分かりつつも一勝一敗。三河も本当に調子いいし、あと最近のこの勝負強さっていうのを見てると、一勝川崎相手にしてくれるんじゃないかっていうね、しかもホームですし、これでね、まあワイルドカード決まるって可能性もありますから、こういう感じで僕は見てます。なるほど、じゃあ241の予想としてはどっちにしますか。まあ一勝一敗としてますか。一勝一敗で、はい、難しいですこれ、はい、一勝一敗でね、はい、いきます。お願いします。じゃあ次に、アルバルク東京対宇都宮ブレックス。ここ一番熱いかも。熱いね。で、ここの対戦成績で言うと、東京が2勝ということで、1試合目が69対66、2試合目が65対77ということで、この時は、なんとフォトゥ選手が2試合とも3リバウンドだったんですよ。なるほどね。まさかの。で、相手にはやっぱそのカーク選手、サイズ選手、ロシタ選手って、もう全員揃ってたんで、で、今回いないと。ここがな、その高さで勝ってるから。そうね、川崎戦でもね、アルバルクそこ一番苦労してたから、どうなるかってとこですよね。はい、じゃあ勝敗予想してみますか。はい、はい、じゃあいきますか。はい、せーの、ドン。
おお。また一勝一敗かって。まあまあまあ、それはわかります。おお。もう僕はもう宇都宮が勝つと。アウェーで。うん。二連勝。二連勝。これはさっき言ったように、まあロシター選手、カーク選手が、まあ、分からんけど、帰ってこうへんかったら高さで勝たれへんかなと。っていうことで、もうゼロ二。で比江島選手がしっかり活躍して、ここは宇都宮さんが二勝取ってくれるんじゃないかなと。なるほどね。思います。僕はね、一勝一敗っていうことで、はい、まあアルバルクとしてはやっぱり。ワイルドカードよりね、地区の順位で入りたいと思うんで、絶対死に物狂いで来るだろうっていうのと、まあお互いこう、やっぱディフェンスいいチームですから、かなりこう、ロースコアな展開になって、最後はやっぱり、誰が得点を決めるかっていうと、やっぱサイズ選手とか、その辺が有利になってるのかなっていう感じがするんで、最後のワンポゼッションになった時に、アルバルクにも勝ちがやってくるのかなっていう気がしますね。なるほどですね。で、やっぱり、ロシター選手とかハーク選手がいないんで、宇都宮はまあ一勝はするかなっていうところで、一勝いっぱいですかね。なるほど、サイズ選手の体力面が心配ですよね。そうね、結局間違いない。僕らがね、見に行ったサンロッカーズの試合の時ね、もう最後ガス欠で、オーバータイムで2本ねエアボールするっていう、そうやななってましたからね、はい、逆に宇都宮はどれだけそこで削れるかっていうね、サイズ選手、そういう戦いですね。ここはどうしますか、 2-4-1 の総意としては。ちょっとじゃあこっちにしてみる。はい、僕の予想でお願いします。宇都宮のね2勝っていうことで、はい、どうなるか楽しみですね、ここも。はい。うん。じゃあ次に、秋田対三重となっております。ここは今季対戦成績なしです。うん。三重はね、西地区で言うと、下位に沈んでしまってますけど、マックス久武選手が入ったりとか、すごくタフなチームになってるんで、若手もいい選手多いですしね、侮れないチームですよね、ここは。ただやっぱその、ロバート・カータ選手が、怪我で帰っちゃったということで、そこがやっぱちょっと穴になってくるかなっていうところで、まあなかなかな、最近の試合でも勝ち星を上げれてないっていうことで、まあ厳しいんじゃないかなっていうところは思ってますね。そうだね、まあ、逆に秋田はねワイルドカードを確保するために必死で来ると思うんで、はい、その辺がどうなるかですよね。じゃあ予想してみますか。はい、せーの、ドン。なるほど、一緒ですね。まあ秋田はやっぱこの2勝しないとチャンスがないっていうことで、そうね、もう死に物狂いで来ると思う、これは。まあやっぱ秋田はね、チャンピオンシップ初めてっていうことで、絶対2勝を取る気で来ると思うんで、僕はまあ秋田ですからね。チーム的にも、まあ戦力で見てみると、やっぱ秋田の方が強いっていうのは実態やから、まあだから本当にターンオーバーとかね、そういうケアするとこしっかりケアしてってとこですね。はい、あとはしっかり外からのシュート決めるというところができてくれば、まあ秋田が2勝するんじゃないかな。そうやな。まあ、三遊も新州戦で頑張ってたしな、実際。そうそうそう。ハードワークのチームだから。まあ、秋田次第ですね、ここは。はい。じゃあ、2-4-1の予想としては0勝2敗ということで。はい。一応、島根と名古屋もあるんですけど、まあ、ここは島根が京都に1勝した時点で、まあ、上位が確定ということで、なんで、戦力的にいけば負けることはないだろうということですね。そうだね。はい、じゃあ僕らのね、先ほどのシミュレーションをもとにチャンピオンシップの対戦カードがどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。ドン。なるほど、なるほどね。じゃあ上から琉球対三河、島根対宇都宮、川崎対名古屋、千葉対東京となっております。はい、どうですか、どこが注目ポイントですかね。やっぱ熱いのは千葉とアルバルク東京じゃないですか。まさかのね。まさかの、まあ、ほんで言ったら首位対決みたいなもんですからね、いきなりの、ファイナルでね会うはずの2チームじゃないですか、多分そう、優勝予想で言うとね、がいきなりこう1回戦実現するかもということで、これやばいですね。やばい、あとは島根対宇都宮とかも、もう島根のこの強烈なオフェンスに対して宇都宮の強烈なディフェンス、ほこたて対決、間違いないね。まあ結局全部楽しみなんですけどね。そうだね、川崎と名古屋も熱そうだし、琉球と三河も楽しみですよね。楽しみ。僕らの予想なんで、これが当たるかっていうのも、ぜひ皆さん楽しみにしてほしいですね。まあ、千葉としてはまさかアルバルクが来るとは思わないですねで、チャンピオンシップもあるのにね、ロシター選手とかが回復してる可能性もあるし、そうなったら一番きついというか、首位で抜けたのにみたいな思いはあるかもしれないですよね。千葉もな、結構高さに苦しんでるからな、最近で。そうなのよね。だからもう、カーク選手とかロシター選手が戻ったらね、全然わかんないですからね。アルバルクは過去にね、ワイルドカードから優勝してますから。確かに。そう。お家芸なんですよね。よくアルバルクはシーズンは調整で、CS でも全て調整しきって優勝するっていうのが、本当にそう。今まで言われてるから、ほんまに怖い。怖いね。うん、またそれやりそうだし、ね。
楽しみですよ、ここは。はい。はい。ということでね、まあ、今回は 2-4-1 なりにね、レギュラーシーズンの最終結果、どうなるかって予想していきましたけども、うん、皆さんもね、あと2試合ですから泣いてもらっても、うん、しっかりレギュラーシーズン楽しんで、はい。またね、チャンピオンシップの時は我々のコンテンツを見て楽しんでもらえればと思います。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは2-4-1でした。